おはようございます。3月6日5時25分の相場解説になります。数日前にですね、106円の方に、動いていくよと、下目線だよってことをお話しして、そのままずっとね下落をしていました。1回ですね、どの辺だったかな、1回下がった後で、これ下がったのはですね、FRB の利下げの件ですね。利下げで深夜に下がった後、緩やかに上昇はしていったんですけども、結局は100日の移動平均線と、あとはこのアリゲーターですね、3本の移動平均線が下の方に推移しているのを見て、106円の方に行くんじゃないのということだったんですけども、その通りにぐーっとね、106円の方に向かいました。FRB の利下げと同じぐらい、今回は下がりましたね、この夜中に。いや、これはすごいですね。ここはね、だから、方向性がつかめていれば、取れていたんではないかなと思いますけども、当然私はね、すみません、エントリーできてなかったんで、なんとなく売り値入るだろうなと思ったんですけど、ちょっと自信が持てなかったんですよね、自信が。ですんで、ここがエントリーポイントだったんですけども、当然深夜っていうこともありまして、私が寝てる間にこうなっちゃいました。最近ね、寝るの早いんですよ。9時ぐらいには寝てますね、もうね。9時ぐらいに寝て、4時とか5時に起きるというね、本当に、仙人生活になってきましたけども。それではね、1時間をちょっと閉じさせていただいて、日足から見てみましょう。日足を見るとですね、前お話したように、長い時間をかけてこうぐーっとね、上がってきたものが、このとんがり帽子を機会に、ドカーンと一瞬で下がりました。こういうふうに逆回転が始まると早いんですよ。ここの力点も突破して、ここの力点も突破したということですから、おそらくですね、行けるところまで行っちゃうんじゃないかなと思います。はい、こちらですね。こちらの方まで行くんではないかなと思います。ここがですね、どのぐらいのポイントかと言いますと、これ105円の050ですね。だから105円を割るあたりまで円高が進むんではないかなっていうふうに大きく見ております。すごいですね。やっぱ105円とかになっちゃうんですね。で、4時間の方見てみましょう。4時間は前にお話したようなスフィンクスが、こういうね、スフィンクスっていうと本当に説明しやすいですね。スフィンクスのストーリーをお話しましたよね。で、スフィンクスが完成した後に、さらにその下に潜っていったということです。この力点もカバーして N を書いて、もう一回 N を書いた形ですね。NW ですね。ですから、スフィンクスが形成されると、ここから大きく下に落ちていくってことを覚えたわけです。このスフィンクスっていうのは、多分どの専門書にも載ってないんですよ。私がね、名付けたんですよ。だからFX って新しい理論が生まれてないと言っても、自分なりの攻略法ってちょっとずつ見つかっていくんですよね。その第2個目かな ?2 つ目がスフィンクスです。1個目は私はね、N 波動ってのね、結構使うんですよ。これ多分他の投資家さんも意識してると思いますけども、N 波動っていうのは上昇していって、押し目があって、そして今度、ズバーッと上がるときっていうのは、ここを超えたら上がりますよってことなんですよね。この力点を超えたら大きく上に伸びていくんじゃないかなってことを、私は N というふうに名付けてますね。これ他の投資家さんももしかしたら意識してるかもしれません。で、改めて1時間の方戻りますけども、結局、ここの力点を下がって、で、これ FRB なんでちょっとわかんないですけども、でも、このフラッグを、今思えばフラッグなんですよね。フラッグを形成したものが、また、ダブルフラッグになって、こういうふうに、最終的には落ちていったかなというところですね。まだここね、今、横ばいが入るかもしれませんけども、結局このフラッグと同じなんですよ、横ばいって。この後また、売りの方に行くんじゃないかなと思いますから、106円を出して、105円方面に、これからも向かうというふうなね、方向性を私は感じております。まあ、ですんで、しばらくは売りで入ろうかと思います。